皆さんこんにちはエアー貿易株式会社コアホーム事業部の島田です、えー、今イベント中ですね弊社イベントブースでは14社の国内ブランドの方々にキッズボードを後ろちょっと見づらいんですけどキッズボードを作成していただきました本日はその中から、えー、株式会社ニート順次園田サーフボード様から園田淳次さんにシェーパーの園田さんにお越しいただきました園田さん今日はよろしくお願いしますよろしくお願いします えー、まずあの御社のご紹介の方をお願いいたします、はいえー、と鴨川であのサーフボードを作っています、えー、と順次、園田サーフボードです。えー、何内容そうですね基本的にす、あ、べ、のー、てカスタムオーダーで作ってます、それで、あのー、オーダーいただいた方の、えー、とレベルとか技量とか、と、あのー、体格とかに合わせて、えーと、一番マッチするサーフボードを作るように心がけています、はい、ありがとうございます。 えー、通常ですね、はい、あのコアフォームを採用していただく時のなんか種類だとか、はいえー、そういったものがあれば教えていただきたいんですけれども、はい、えっ、ー、と最近よく使っているのがコアグリーンのえっ、ー、とキリフレックスを使ってますねあと最近コニファもう使い始めてはい調子がいいですありがとうございますあの通常使われているコアグリーンのキリフレックスこれに対するなんかこの 理由というか、はい、そういうのがあったら教えていただきたいんですけれども、はい、あのライダーなんかだとやっぱりコアレッドが一番性能的にはねすごくいいんですけど、やっぱりフットマークがすごくつきやすいっていうのがあるんで、やっぱり一般のお客さんなんかにはあのコアグリーン、硬さもしなりもすごくちょうどいいんで、であのキリフレックスでしなりがだいぶ良くなってるんで、あの性能的にはすごくいいです。はい、ありがとうございます。はい で今回、ですね、ジ園田さんのの方にもキッズボードを作成していただいて、はい、今あの、ちょうどライブペイント中なんですけれども、えー、こちらのキッズボードに採用していただいたブランクスとその理由をちょっと教えていいたただきたいんですけれども、はいえーっと。コアレッドのコニファーですね、これは。それが、あのー、コアキッズはまだ体重がちょっと軽いんで,でちょっとハイレベルな子のために作ったんでコアレッドを使いました。 それで、あのー、やっぱりしなりがすごくいいんで、えー、っとすごくいいサーフィンができるとと思いいまますすありがとうござこれまでですね数々のキッズボードを作成されてきたと思うんですけれどもキッズボードを作成する上で気をつけているようなことってやっぱり身長が急に伸びたりするじゃないですか。 体重も体格も変わったりするんでその辺をやっぱ気をつけてちょっとでもあの浮力が足りなくなったりすると急に機能しなくなったりするんでやっぱその辺を気をつけてますだから身長体重あとどのぐらい最近どのぐらい身長が伸びてるかとかっていう情報をなるべく聞いてシェイプするようにしてますね。なるほどオーダーダいいただいただ時にもうそののお子さんの えー、体格だとか、ここ最近でどのくらい身長が伸びたのかとか、そう,ね、そういったところまで気にされて、作られるいライダーの加藤翔平って、んですけど 1>、はい、中1の時からサポートしてるんですけど、そこでも身長が1年で、ね、10センチぐらい伸びたのかな、その時にあにやっぱりこう子供の子供のサーフボードの、ね、作り方の難しさっていうのはすごい。 で、そこでだいぶ勉強できましたね。なるほど。はいはい、あの、それを、それは踏まえた上で、はい、今回作っていただいた、はいえー、このキッズボードの紹介をちょっと、あの、はい、教えていただければと。はい。えっ、ー、とこのボードは、あの、やっぱり小学校高学年から、まあ、中学1年生ぐらいかなの、この結構ハイレベルなサーファーのために作ったんですけども、あの、やっぱ基本的には大人のサーフボードとそんな変わらないですね。ただ、その、体格に合わせることがすごく重要。あと、その。 結局、子供のボードってなんだ結構、スタンスがあの前,前の方に行くっていうかなるべくあの何後ろ足が後ろに行かなかったりとかっていう子も結構いるんでその辺でだからフィンの調整とか厚みのバランスの調整とかしますでも、このボードはあの誰が乗るかまだ分からないんで基本的なあのスペックですね。 ありがとうございます、えー。あの、またブランドとして、はい、なんかこうキッズボード。うん、キッズボードだったり、キッズに対して、なんか取り組んでることとかってあるんですか。はい、キッズに対して。はい、そう。ああ、は、あの、そうですね。子供用はちょっと値段はやっぱ安くなってます、ね。でも、やっぱ、あの、子供用の板。 そうですね。やっぱり親御さんもなかなか買うのが大変ですもんね。僕も子供がいるんで,んで、まあその辺大変なのわかるんですけども、やっぱりこういいものに乗ってもらえると、やっぱりそれだけ技量の上がるのも目に見えてわかるし、なんであのやっぱり体に合ったものとか、すごくいいものを乗ってもらった方がやっぱりいいと思います。はい、ありがとうございます、えー、あとはなんかこう。まあ特にですね。最近、あの海に来られる、はい。 えー、お子さんってすごく増えてきてると思うんですけれどもその中で、はい、もうそろそろちょっとこの子に新しい板作ってあげようかなとか、はい、ちょっと検討されてる親御さんとかがいらっしゃると思うんですけれどもそういった親御さんたちに向けてなんかアドバイスみたいなのがあれば、はいまあ、何回も言ってるようですけどやっぱりその、まあ、ショップのオーナーさんなりシェーパーさんなり相談してあのどういうボードが合ってるのかっていうのをちゃんと話して作ってもらった方がいいと思いますね。それがあのやっぱり上達の鍵になると思うんで はい、そこが結構すべてだと思います、僕は、はい、まずはあの親御さんたちからもあのショップのオーナーさんであったり、ね、あのシェーパーさんなりとコミュニケーションを取ることが、はい、まずは優先と考えられているわけですね、はいはいはい、動画とか結構撮れるじゃないですか、簡単に。なんで、そういうのをやっぱシェーパーとかオーナーさんに見せて、そこでこうどういうボードがいいのかっていうのをやっぱ密に打ち合わせしてで、ボードを作り上げていくっていうのが一番いいと思いますね。 えー、これからサーフィンを始めてみたいだとかあとは普段海で会うような子どもたちに何か、はい、あのメッセージがあれば教えてください、はい、もうガンガン波乗りしてもう CT に行ってください日本人も CT サーファー出てくれたらねで日本人のややっぱシェーパーのボード乗って活躍してくれたら嬉しいですね、はい、そ,れのそのためにやっぱ日本人がどんどん出てくれれば嬉しいいですすありがとうござまオリンピック種目になっちゃって <laughs>、えー、そうですね これから海の中を大きな様変わりに見てくれると思うんですけれども、はいはい、これから始める方とか、はい、まあ子どもたちじゃなくてふ、まあ、普段サーフィンしている海に入っている人たちに向けてのメッセージみたいなのがあれば。はいはい まあこれからどんどんねやっぱ子供まあ子供すごく海の中で多いじゃないですか、そこでやっぱトラブルもあると思うんですよ、実際、あのまあ、ね子供が乗りすぎてとかなんとかって、でもやっぱりそういうのをまあったかい目で見てもらってね、ねやっぱ日本のサーフィン界のために、あの協力皆さんが協力してもらえればなと思いいますはい、その通りですよね。はいあのー 園田さん自体も、はい、も,うものすごく長きにわたってサーフィンをされてきてあとはサーフボード作戦に対しても長いことやられてると思うんですけども、はい、その情熱を維持する秘訣というか、はい、まあご自分の中で取り組む上で最重要視されているようなことがあったら最後に教えていただきたいんですけども重要視っていうか、まあ、このやっぱりそのシェイプが好きだから、あのー、とにかく自分の乗ったボードにみんな乗ってもらいたいし それそここでですすねやっぱそこしかないですだからやっぱり乗ってもらうことによって分かってくれるしそこでだからこのボードが一番今まで乗った中で調子いいとかって言ってもらえることがやっぱ喜びだしだそこですね、うん、何っていうのはないですだただ好きだ, <laughs> 好きだからやってるって感じですね好きっていう気持ちですべ、はい、てが好きっていう気持ちが一番強ければはい。 ました。はい、今日はありがとうございます。はい、今日この後4時から,時からあのライブシェイプをライブシェイプします。ライブシェイプをやられるということですので、はい、ぜひあの会場にいらっしゃる方は、はい、シェイプブース特設ブースの方にお越しいただければと思います。はい、あとは、えー、シェイプ中のものも生中継されるということなので、はい、はい、ぜひあの、はい、ご覧いただければと思ます。はい、あのライダーの加藤翔平が来ているんでそのこちょっと喋りながらボード作り上げていきたいと思います。はい、皆さん。 ありました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。